さんはここよ。お母さん、お母さん、ごめん。一体どうしたんですか、チャチャさん。そうだぞ、すんげえうなされてたぞ。うん、夢、夢を見たの、お父さんお母さんの。え、わかった、夢の中の父ちゃん母ちゃんに叱られたな。違うの、振り向いたお父さんとお母さんの顔が。ううん、夢なんてデタラメよね。お父さんもお母さんも優しい人よね。もちろんですよ。当たり前だろ、チャチャの父ちゃん母ちゃんなんだぞ。なあ、お父さんお母さん。というわけでランランカンカンはあえなく敗れ去ったでやんす。それでチャチャたちは今どこにおる。はい、チャチャたちはヨンズの川のところまで来てるだす。ヨンズの川か。ヨーダス、ハイディアンス、お前たち今すぐヨンズの川に向かえ。ヨンズ。広い川なんです。ここがとてつもなく広くて深いという四つの川ですね。ここの川を渡らなきゃ大魔王の城には行けません。じゃあどうすりゃいいんだよ。橋とかトンネルとかってないのかよ。だから今言ったろ、とてつもなく広くて深い川なんだ。橋も架けられないんだよ、このバカ犬。犬じゃねえ。七つ色橋より四つの川を渡れ。橋？なんだよ、橋があんじゃねえか、シーネちゃんの嘘つき。でも橋なんか見えないよ。へえ、ちぇ、なかったら魔法で出せばいいんだわ。出よ、七つ色橋。七つ色橋ですね。調子いいぞ、シーネちゃん。どうしよう。橋から橋に飛んで渡るか。橋から橋だろ。橋から橋。こら、一人で受けるな、しょうもない。チャチャたちがいるだす。やっぱり途方に暮れているでやんす。さ、計画通りやるでやんす。しょうがないですね。ほうきで飛んでいきましょう。シーネちゃんの後ろになんか乗りたかねえぞ。泳げば、犬かきで。困ったな。私二人乗りはあれだし。犬かき、犬かき。犬じゃねえ。船が出るぞ。船が出るでやんす。私船？私船？お嬢さんたち、泳ぐのは危険です。私船に乗らないですか？向こう岸に行くにはこの船しかないでやんすよ。ちょっと都合が良すぎますね。ねえ、チャチャさん。はーい、私船、私船。チャチャさん。お、なあ、これなんだ。あ、それはこの船のおへそだす。へえ。へそなんてボケはやめてねえだす。怪しいです。ねえ、シーネちゃん乗らないの？あまりにも都合が良すぎです。シーネちゃんはほうきに乗るんだろ。僕の勘が正しければこれは。じゃあな、シーネちゃん。バイバイ。え、ちゃ、チャチャさん。ボッボーイ。バイ。待ってください。
ジバリ。いやー快適快適、わいわい、シネちゃんかっこいい。ほらもっとスピード出せ。勝手なことをほざけよって。今に見てるでやんす。うわ、線が硬いでやんす。何やってんだ。行く。なんだそいつ、引っ込んでくのか。俺に任せろ。いや悪いでやんすな。こりゃ硬いぜ。頑張れリーヤ。リーヤ、それってもしかして。やったぞ。バカめでやんす。カメと一緒に川の底へ沈んでしまいなさい。ほら待て、邪魔したな。いいや、出てこい。どうや、シネちゃん。だく、騙された上に手伝うなんてなんちゅうおバカだか。うわ、悪かったよ、反省してる。シネちゃん、あー沈む沈む。ジャジャちゃん、ほうきほうき。シネちゃん、ほうきは、私を呼んでる。リーヤくここは四つの川の竜宮城よ。あたしは乙姫。どうぞごゆっくり。さあ、竜宮城といえばダンスと食事よ。レッツダンス、イエーイ。そうなのか。ああ。なんかパッカパッカ言ってんぞ。ねえリア君、私たち新婚旅行のカップルみたいね。ほらマリーちゃん、リアから離れて。はーい、お待たせ、お食事です。たくさん召し上がれ。待ってました。離れなさい。リア君、わあ、キュウリ。いただきます。キュウリの漬物にキュウリのチャンプル、キュウリのバーベキュー、ロールキュウリにキュウリのハンバーグ。キュウリばっかりですね。うおー、これはうまいぞ。食い物なら何でもいいんだよ、お前は。うめえ、うめえ。あなたたちのことは大魔王様からよく聞いてるわ。そうでやんすか。で、大魔王様はなんと底抜けの間抜けで手のつけられない同人。まあそれはいいとして、よくない。あの子たちのことは任せなさい。チャチャなんて小娘、へのかっぱ。だったらごちそうなんかしないで一気にやっつけてほしいです。ん、チャチャたちは思いっきり油断してるでやんす。なんならわしらが手伝うでやんすが。ん、そうです、そうです、そうそう、それがいいでやんすよ。やかましい、余計なお世話だ。ここは四つの川の竜宮城。私は私のやり方があるのよ。はい、よろしくお願いするでやんす。あなたたちは食事でもして吉報を待ちなさい。食事？
ラッキーでやんす。キュウリです。それも生でやんす。ダメよ。成長期のお子様は何でも元気に食べないとね。いい食べっぷりね。大きくなるわよ。赤いずきんの子もいい子ね。僕は別にキュウリ嫌いじゃないですけど、なんでこの料理はキュウリばっかりなんですか？それは おバカさんね。キュウリはお肌がツルツルになるヘルシーな食べ物よ。たくさん食べると体にいいのよ。でもあなたはきっとお腹が空いてないのね。じゃあお風呂にでも入ってお腹を空かしてらっしゃい。ご案内。あ、いいお湯ですね。あ、いけない。僕の考えすぎなんだろうか。なんか気になるんだよな。女湯に誰か入ってる。いけないいけない。僕はそんな品性を疑われるようなことは。本当に可愛い子ばっかりよね。みんな乙姫様の食卓に登るもんね。食卓？私たちにおすわけないのかしら。たら私ちょっとキュートな前髪の男の子がいいな。まさか。じゃあ私はめちゃくちゃ元気な男の子かピンクの髪の女の子でいいわ。でもあの赤ずきんの子は乙姫様のキープみたいよ。残念ね。プクプクしてて美味しそうなのに。大魔王様の肝入りですもの。カッパカッパ。どうしたの？失礼。実は女風呂にカッパ。でもその覗いたわけじゃ。カッパ？そのカッパというのはこんな感じだったかしら。私の名前かい？四つの川の乙姫様よ。そしてその正体は巨大ガッパ様。正体？とっくに正体表してるじゃん。そうよね。今の言い方絶対おかしいわ。ぐっちゃぐっちゃ細かいところを突っ込みよって。もっとご馳走を食べさせて太らせてからご賞味しようと思ったけど、一気にやっつけてあげるわ。拙者に助けを求めるマリン殿の叫びが。マリン殿、そなたはいつも拙者に冷たかった。だが拙者が心底惚れたたった一人の女子、たとえどんな仕打ちを受けようとも行かねばならぬ。なあ、みんなまとめて食べちゃうわよ。もう、カッパの弱点は頭の上のお皿です。お皿さえ乾かせば。そっか、レオドライヤー。おー、ちゃちゃ
このドライヤーうめえぞ。ドラ焼き、ま、もう一度入れろドライヤー。あっ、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 おさんなさい、お皿が乾くわよ。おバカさ、最近は感染注意してるからラップをかけてんのよ。ほらごらん。課長、オカマのカッパやっつけた。私を呼んだ。あんた生意気そうだからあんたから食べてあげようかしら。ああ、私美味しくない、美味しくない、助けて、助けて。マリンちゃん、マリンさん。ウミバズ、あんたいいとこに来たわ。このオガッパをやっつけてくれたら私何でもあげちゃう。ねえやっつけて。マリン殿、拙者褒美は何も望まぬ。マリン殿のお役に立てるだけで嬉しゅうござる。またおバカさんが増えたわね。勝負でござる。頑張ってね、海坊主。私はここにいるわ。マリンがここよ。すごい戦いです。頑張れオガッパ。シーナちゃん大丈夫か。僕は大丈夫です。それより海坊主さんが。えい、面倒だわね。武器とは必要なり。最後よ。無念。海坊主さん、リーヤ、シーナちゃん。はい。ん？ますます美味しそうじゃない。ユーキーセレイントフェアリーナビゲーション。竜宮城のお土産ね、開けてみましょう。
食い物入ってるかな。あ、開けちゃダメです。僕たちおじいさんとおばあさんになっちゃいます。おばあちゃんになっちゃったのかな。大丈夫だったみたいですね。コインが入ってる。ねえマリンちゃん大丈夫かな。大丈夫だよ、海坊主もいるし。そうそう、僕が保証します。リア君待って、待ってよ。マリン殿、無事でござったか。拙者嬉しゅうござる。おはよう。さっきから一人で何やってるの。怒ったり笑ったり落ち込んだり、なんか悩み事でもあるの。そんなことより朝ごはんはいっぱい食べなきゃ。パンにバターとジャムとマーマレードと蜂蜜を一緒に塗ると美味しいよ。もりもり食べて今日も元気に大魔王を倒しに行こうね、シーネちゃん。次回ニャンコハウスで朝食をお楽しみに。